借金相関図さあ始まりました。借金相関図のコーナーでございます。えー、私、借金があります。はい。借金めちゃくちゃあるんですけど、うん。誰からどんだけ借りてんねんってのを、できるだけ言える範囲でわかりやすくまとめたのがこちら。借金相関図ですね。えー、もう全部出てもてるんで、ちょっと一個一個説明していきたいなと思います。 なんか僕の借金額にまつわる動画久しぶりなんですけど、ちょっと久しぶりに出しとこうかなということで、自分でもちょっと整理したかったんよ。うん。現実見なあかんない言うて。まあ、ほんでね、あのー、まあ、こういう一人の YouTube で結構、ま、あお金ないお金ない言うてますけど、ま、あほんまにお金なくて、で、やってるんですけども、たまにね、あのー、こんな意見を目にするんですね。えー、いや、そしなあいつ、ね、稼いでるくせに、 金ないふりすんなよ、みたいな。言われるんですよ。だから言うたらビジネス貧乏なんじゃないか、みたいなね。よく言われるんですけど。まあ、これに対してちょっと反論させてください。えー、稼いでるくせに金ないふりすんなよ、言われてね。あの、金ないふり、してません。まあ、これはもう真っ向から否定というか。まあ、金ない今は金ないからね。まあ、別にま、信じてもらわなくてもいいんですけど。で、上の句の、稼いでるくせに、 うん。当たり前やろいやいやいや,いや当たり前やろ一緒にすなよ、お前。はい。M1 と R1 を最年少で優勝してますんで。まあ、そん金は稼ぐやろっていうことで。ええー、YouTube もね、コンビで170万人ですかぐらい、八十万人、1 6万人ぐらいって、ええー、一人ではね、120万ぐらいいるんで。うん、まあ、そんな、あの、稼いでないわけないんで。はい。 すんません。まあ、というよりですね。まあ、言いたいことはわかるんですけど、まあ僕は、あの、確かに、稼ぎはそらあるんですよ。はい。まあ、そんなないけどね。うん、あの、<laughs> そんなないんですけど、まあ会社が、吉村がっ取っていくんですけど、金。ええー、まあとにかく、そら給料日は俺も潤ってるよ。ドカッと入んねんから。でもまあ今、今までの借金のやつで、まあそうやね今どんな流れかっていうと、 うんまあ、稼ぎはあるんですけど、それを使ってしまうというところなんですよね。だから、貧乏というか、うん、まあ、アホというかね。はい。で、えー、ギャンブルに全部つぎ込んでしまうと。で、なくしてしまうんですよ、給料を。まあ、もっと言うと、まあ、今はその、ローテーションがこうあって、まあ、こんなことになってるんで、えー、給料は、うん借金返済、月々のに、まず当てなあかん状態で全然残らん。でも、その残らんやつを、ギャンブルに使うんですよね。 うん。で、毎回、0円近くなって、まあ、皆さんと同じぐらい貧乏になるんですよ。そこでまず、歩幅が合うでしょで、こ、ここで歩幅あって、あ、じゃあ、一緒やなって言いたいところなんですけど、あのー、税金エゴいっていう。はい。あの、うん。稼ぎがええー、まあ、いい分、収めるお金もやっぱり、でかなって、その、収めるお金、そのね、まあ、毎月引いてくれたらいいんですけど、収めるお金。 まあ、そういうシステムじゃないんで、吉本工業。あのー、自分で取っとかなあかんねんな。残しとかなあかんねんけど。で、一年に一回ドカッと払わなあかん、か感じあ、申告して、確定申告して、なんですけど、その時にもう残ってないから借金をするというルーティーンなんですよね。うん。税金を払わないといけない分、残せてないんで、とんでもないことになるんです。だからずっと金ない金ないって言ってるっていうからくりです。はい。まあ、稼いではいますよ、もちろん。ただ、 うん、借金が増えていって、税金やねんな。ギャンブルで使い込んでしまうっていうのと、税金払う分残してないっていうこ、この辺で僕は苦労してるんですが、はい。まあ、もうざっとこんな感じですわ。今の俺の全部かな。はい。これです。ここから借りてます。粗品君僕ですね。あのー、まあなんやろう、これあくまででも、関西とかも書いてんねんけど。 関西したやつも書いてるんです。ほんまかかんでいいじゃないですか。ただ、えー、なんか動画内で触れたことあることとか、なんか配信で喋ったことあるやつに関してはどうなってるか気になると思うんで、関西のやつは関西って書いてますし、もちろんこれ以外に、ほんまはこの、えー、なんやろな、一年かけて何万借りてたけど関西したって人もまあ、ピュンピュンピュンっているんですけど、それは動画で発言しないもんに関しては書いてないです。はい。で、金額もね、あのー、 はテナにほとんどしたいねんけど、たまに800万とか300万とか書いてると思うんですけど、これこそ、えー、動画で言ったことあるやつ。うん、もう言って、俺言うてるやんっていう金額。あんま言わんようにしてたんですけどね、えー。動画で金額を言ってるやつだけ書いてます。だから、いろんな条件照らし合わせたら僕の総合の借金額、導き出せるかもしれませんが、一回まあまあちょっと、この感じで濁しながらやってみたいと思います。はい。まあまずは、 一番でかいところ、ろじゃあ俺、ね、多数からつまんでますが、一番でかい割合占めてのどこやねんって言ったら、はい、吉本興業なんですよね。お世話になっています。はい。吉本興業、吉本ファイナンスというところから、おにゃらら万円、えー、借りています。まあこれね、ちょっとごめんなさい。ハテナ4桁に、あ、四桁はまあ、ええか、別に。吉本から4桁万円、とある4桁万円借りてます。 4桁の中ではそんな大きくないです。はい。まあ、で、こ,これ以降、やばい、ハテナの数で桁数バレると思って、この辺はもう1桁にしてますが、吉本から、えー、一番でかく借りてんね。もう、太客も太客ですね。はい。なんか、聞いた話によると、えー、某先輩芸人が吉本ファイナンスに、こんぐらい貸してくださいって、まあまあでかめの金額言った時に、ちょっと今、粗品に貸しすぎてるんでないですって言われた。って 言ってました。はい。申し訳ないです。はい。もうちょっと戦略で僕は借りてしまっているので。という、まあ、吉本からでかいんですが、まあ、これ、割合で言うと、うん、あ、割合言って大丈夫かな。まあ、えー、吉本から借りてる額、以上に、吉本以外からは借りてます。はい。こんぐらいは言おうか謎解きみたいになってきますけど。 吉本から借りてる額以上に吉本以外全部合わせたら借りてます。だから、二分の一以下ってことですかね僕の借金総額の。みたいなところで。まあ吉本はでも月々給料から、あの、引かれて返済ってなってるんで、まあ楽ですわ。自分で残さんでいいという金を。もう給料の段階、支払いの段階で、うん、削ってくれてるから嬉しい。これはもう今、渋谷やってますと。ね。 えー、関西方行こか。レイクアコムプロミスアイフル僕が人生でお世話になった消費者金融ですね。えー、はい、今の言い方気づいた方いますかね、えー、これ関西ですね。チャンスですね。はい、これはキャプテン渡辺さんが初めて R1 決勝行った時の煽り V の言い方です。公演でね、えー、R1 グランプリ、チャンスですね。 まあ、あの人もクズでやってたんですけど、そういえば。えー、消費者金融。僕は5月4社から、えー、借りてた。まあ、M1 優勝して、1年ぐらいで返したっけな。でもなんかあのね、3日で700万か800万負けた時のタイミングで追加でまた借りるんですけど、こいつだから。久しぶりに。でもそれも完成しました。全部でね、結局ね、あ200万とかでしたかね。 もうちょっと、ま、200万前後ぐらい4社から借りてましたね。当時は。関西しました。あしょ。もう二度と電話かけてこないでください。たまにまだ電話かかってくるからね。いかがですか電話かけてくるな。はい。こっちもね、関西。マネージャー。ねこれもね、高森マネージャー言うて。一個前のマネージャーなんですが、えぇ、ー、借用画っていう動画を出してるんですよね。 楽屋で僕がマネージャーから25万か50万、50万か、50万貸してーって。一応ね、返済期日はあの、次の東京オリンピックまでに返すわっていう取り決めやったんですけど、まあ、返してあげました。とか、片山さんの話はね、あんまり動画ではしてないかもしれんけど、ほんま、ポーンって200万貸してくれたりとか、はい、しました。まあ、信頼関係あってのことなんですけど。で、ほんま、気軽に、LINE で、 200万貸しって、え、お金貸してほしいですって言って、いくらですかってすぐ来てる。200万ですって言って、わかりました。みたいなもう4、4行で完結するで、僕もすぐ返すし、マネージャーにはね。うん、ここにも完済しました。はい。よかったです。さあ、そしてですよ。こっからですよ。えー、人からもつまんでいるという話です。まず、えー、E さんからいこうか。ごめんなさい。えっ、ー、と、まあ、名前もちろん出せないんで、A さん、B さんとかやったんですけど、E さん。 あれイー、e、さん、ちょ、待って、なんやんえっとね、イ、e、ーさんは、何やっけ、これ。えー、首もげくるま…あ、後で言います。あ、多分ね、動画で言ってないかもしれないですけど、ワンちゃん。気持ち悪いから書いたから、もう、人はまとめようと思って。だから別に、これはいい、何でもないです。普通に、あのすいません、怪し、怪しすぎるけど、イ、e、ーさんって人に、こにゃらない円書いてます。これは、動画で言ったことないかもしれんけど、俺の全部を書きたいから、一応足したから。 っていう感じですね。他は動画で言ったことある人が続きます。A さん、えー、かっこ首もげって書いてるんですけど、えー、5月ぐらいかな、あの、税金耐えたみたいな動画を出したと思うんですよ。ほんまに、税金払えへん、払えへん、金ない金ない,金ないって言って、税金耐えました。どうやって払ったかというと、人生でなんか最高額の借金しとられないけボケみたいな。これやっけなちゃうっけな ごめんなさい。ちょっと僕もね、ごっちゃなってるんですけど、多分その人やったと思います。あ首もげるぐらい頭下げて、借りしてくれたから首もげっていうあだ名ついてますが、これも、ほにゃららいまだ返せてません。すんません。で、えー、B さん、かっこ車。これね、800万って出てますが、これは言ったと思う。えー、車好きの人間ですね。ただの。ただのって言ったらあれやけど。車好きの人間に車の話して僕レクサス欲しいんですよ。って言って、車のことやったら貸すでって言ってくれた人。 に、えー、僕は800万円借りれたと。えー、で、まあ、あの、僕あんま覚えてないんですけど、なんか、当時ね、あの、ほんま買うつもりのレクサスは530万ぐらいやって、550万ぐらいかな。で、えー、でも、800万のレクサス買うって嘘ついて借りてるんですよね。それがバレて、電話来た人ですね。250万返せやって言われて、ほんで、多分、多分動画で言ったかな。まあ、この辺、イ、e、さんに借りて、 こうしてみたいなのがあったような、なかったような。はい。C さん。これも、えー、あだ名こそついてないんですけど、毎週50万円ずつ返してる人間です。えぐ今は正直毎週50万じゃなくなったんですけどね。その動画を出した時は、なんかこれも電話来て怒られたんちゃうかな。毎週50万返してる人に届こうってしまったことがあったような気がします。えー、まあ、共通しているのは B さんも C さんも僕に電話来た時に、もしもしがなかったです。はい。ブチ切れてました。 プル,ルプル,ルってかかってきてガチャって言ったら、向こうが、YouTube 見たよって。ま、何が怖いって第一声がもしもしじゃないことに。あの、電話って絶対もしもしから始まるんですよ、えー。この会話成立してますよって、この電話、電波良好ですよ。じゃあ、どうぞ、用意スタート、会話どうぞっていう合図で、お互い絶対もしもしって言い合うんですよ。まあ、古くは申す申すから来てるんですけども、ええー、そのもしもしがないブチギレてた二人。毎週5 0万返してたね。今はどうかね。ね。 はい、D さん。ようかん、俺これちょっと忘れてたわ。D さん、過去カジノ。韓国にカジノ行ったんですよね。300万持って行って、600万負けた日なんですけど。うん。それ面白い数学の問題、秋山先生の問題みたいになってるんですけど。えー、300万借りて行ったよね、軍資金。もちろん俺金、ね、金あるはずないから、言うて。300万カジノで勝負させてくださいって言って、行って負けて、まだ返せてないね、これは、うん。うん。まだ返せてない。ごめんなさい。 はい、すみません。で、えー、ガードマンのところの社長ね。はい。ガードマン、ガラちゃんね、仲良くしてるところの社長とも、まあ、付き合いあってすごい、めっちゃ仲良くしてるんですよ。お世話になってるんですけども、えー、と、カジノ一緒に行ったよ。韓国の。まあ、一緒に行ったというか、向こうで合流したんですけど。で、えー、韓国のカジノのチップ3枚で300万借りました。えー、100万円チップ、1000万ウォンチップを3枚借りて、えー、まだ返せてません。 で、なんやったら、うん。そろそろ返さない。付き合い的におかしなるほんまは仲いいはずやのにって。ちょっと俺はここ気になってる。早く返しますね。すんません。うん。あ、まあ、すんませんというか、すめんごみーんはい。すめんごみーんということで。はい。マ今苦手ということで。ガードマンガーちゃんところの社長には300万返さない。<laughs> そして、なんと言っても、一番最近かな。 マナベ先生に25万円借りました。かわいいですね。かわいいですけど、この25万が一番怖いんですよ。えー、マナベ先生っていうのはですね、えー、その時期に、二、えー、2日後かなんかに、あの、絶対に何万円用意せなあかんっていう、まあ、それが、まあ、イーサンなんですけど、<laughs> まあ、イーサンに返さなあかんっていう約束の時に金が足りなくて、えー、誰からも俺借りれへんかって。それで言うと。追加で貸してくださいってこう頼んだけど、 誰からも借りなくて。まあ、あマネージャーとか頼んでへんけど。で、どうしようってなった時に、僕貸しますよって言ってくれたのが、その時初対面やった、まあ、あとある漫画家の先生なんですよね。真鍋先生って。漫画を書かれてる先生で初対面で、まあ、たまたま仕事した時に、貸してくれるって話の流れでなりまして、条が万借りました。ええー。まあ、この真鍋先生が書いてる漫画っていうのが、闇金牛島んです。うん、俺どうなんのここの線が一番やばない。この、 800万とか、4桁万とかを差し置いて、この25が一番やばないか。あれから1ヶ月経ったけど。1ヶ月 ?2 ヶ月ぐらい経ったか。今なんぼなってんねやろ。連絡すんの怖はい。ちゃんと後日、あの、真鍋先生の事務所行かせていただきまして、はい。あの、借用書みたいなの用意してくださって、ちゃんと一筆書きましたね。ええー。で、なんかあの、うん。 え、な、なやっけギリシャ数字やっけアラビア数字やっけアラビア数字って書いてもらったけど大丈夫かなうん。関数字て書かなかん,ねんやろ借用書って。後で0とか足されるから。大丈夫かなという、えー、まあ、全体の相関図でございました。さあ、これでだから僕は、果たして今、いくら借金をしてるんでしょうかということになるんですね。まあ、それだけはちょっと言えないんですけど。まあまあ、こんなもんですわ。えー、 ねあのー、もう僕の漫談に言わん、ならしてもらってますけど、牛島くんの先生に、えー、僕の総合の借金額伝えて、えー、僕がもし、あの、牛島くんにこんだけ借りてて、返済届こったらん、どうしますかって言われたら、あのーえー、パラシュートなしでスカイダイビングさせるって言われました。はい。もうじゃあ確実にめん、大丈夫それ。ぐらい借りてます。はい。という、相関図でしたね。で、まあ、お気づきかと思いますが、ね。 普通こんな借りれないんですよ。なんでこんな借りれてるか。こんないろんな人からなんでこんなつまめてるか。これ、相関図やのに、ね。俺以外、誰も繋がってないんですね。面白い授業でしょ。これ、誰も繋がってんねん。ここ横。A さん、C さん知り合いちゃうし、B さん、D さん知らんし、ね。これがミソ あなただけですよって言ってるんですね。え。まあね、あのー、まあ、これ冗談ですけど、この、YouTube ではこれ嘘で言ってて、ほんまはあなただけですよって言ってるんですね、これ。だから借りれるんですよ、ね繋がっていない相関図なのに、というのが、味噌でございました。はい。というわけで皆さんもね、各々の借金、いろんなとこからつまんでると思うんで、一旦、こうやって紙に書いて、整理してみてはいかがでしょうか。えい,いしー。